カタジナ・ノバクは、ポーランド・ウッチ出身の元女子、プロテニス選手。ポーランドで、共産主義が崩壊する前後の時代をまたぎ、当地の女子テニス界のエースとして活動した。シングルス自己最高ランキングは47位で、WTA ツアーで、コンピューターランキングが導入されて、以来、最初に、世界トップ50に入ったポーランド女性である。ツアー大会では、 シングルスで二度の準決勝進出があった。バ爆の過程は、父親は元サッカー選手で、趣味としてテニスをたしなみ、母親は経済学者であった。カタジナは10歳から、父親の趣味であったテニスをはじめ、高校卒業後の1988年に、プロ選手となり、すぐに女子テニス国別対抗戦、フェデレーションカップのポーランド代表選手に選ばれた。 翌1989年、ポーランドの共産主義政権が崩壊し、スポーツ選手を取り巻く環境も一変する。共産主義崩壊から3年後の1992年の幕は、全豪オープンを除く四大大会で本戦に出場し、ウィンブルドンで初めて1回戦を突破した。ウィンブルドン選手権終了後、フェデレーションカップがドイツフランクフルトで開かれ、 ポーランドチームはワールドグループのベスト8に進出した。1966年からフェデレーション杯に参加したポーランドのこれまでのチーム最高成績は1974年1980年1992年のワールドグループベスト8である。ノバクは12年ぶり3度目のベスト8進出に貢献し1回戦のイスラエル戦でアンナスマッシュノア 二回戦のスウェーデン戦で、カタリナ・リンドクイストを破ったが、準々決勝のドイツ戦で、シュテフィグラフに0から6、0から6で敗れた。フェデレーションカップの後、バルセロナ五輪にもポーランド代表選手として出場したが、シングルス一回戦で、フランス代表のジュリー・アラールに敗れた。1995年全仏オープンで、 カタジナのバクは四大大会の自己最高成績を出した。一回戦でキンバリー・ポー、二回戦でメレディス・マグラスを破って勝ち進んだ彼女は、初進出の三回戦で、第9シードのダテ・キミコに1から6、3から6で敗れた。ダテと全仏三回戦を戦った後のバクは、世界ランキングで自己最高位の47位をマークし、 女子ツアーのコンピューターランキングで50位以内に入った最初のポーランド女性となった。しかし、その後の四大大会では運に恵まれず、1995年、全米オープンから1996年ウィンブルドンの4大会連続で1回戦敗退に終わった。1998年に29歳で現役を引退。ノバクの引退後、1998年に、 マグダレナ・グジボフスカが世界ランキング30位に到達し2006年にマルタ・ドマホフスカが37位まで上昇した2008年7月アグニエッシュからドアンスカがポーランド女性として史上初の世界トップ10位入りを達成したありがとうございます